超無課金は、日本の経営者、e スポーツ実況者、エンターテイナー、歌手、タレント、芸能人。本名、石田健里氏。愛称性、無課担、e スポーツチーム、αd、代表、株式会社 αd、株式会社ネクストザネクスト、株式会社 d オペレーション、株式会社テクニカル d などの複数の企業の社長や、代表を務めるほか、自身も、 ストリーマーとして活動しており、さらに芸能活動、タレント活動も行っている。荒野行動ニュースの記載によると、バトルロワイヤルゲーム荒野行動の公認実況者として知られていた。本人のツイートから、2020年12月末をもって公認実況者で亡くなったことが報告されている。しかし、2021年2月に公認実況者に復帰した。 荒野行動ニュースによると、2018年9月に、後のメンバーであるデイフェアに E、スポーツチームの創設を提案され、E スポーツチーム、アルファ D を設立、代表となる。初期のメンバーは、デイフェア、r 61上、ニューブ、ストロング、アブ、ジジ、バッキー。アルファ D では、荒野行動のプレイヤーを中心に、チームとして運営されており、超無課金は、 その代表として、イベントの開催やスポンサーの確保などを行っている。イベントとして、毎週水曜日に、荒野行動最高峰といわれるリーグ戦、KWL を開催しており、参加チーム募集ツイートのリプライの、いいね、数で、出場資格を得られるなど、独自の仕組みをとっている。このような形で運営に関わっている理由として、やる気があって、 頑張りたいと思っている人の応援をしたかったから、と、インタビューで述べている。超無課金は、e スポーツの現状に対し、選手活動終了後のセカンドライフの確立賞金で選手が成形を立てられるようにする、選手ファーストの大会、イベントの開催という3つの課題を立て、その実現のために2020年5月に、新法人ネクストザネクストを設立した。ゲーム実況者であり、 自身も、ぶっ飛んだ人が好きと言いながら、バカ話からも、e スポーツやビジネスのことに切り替えて話ができる人と、周囲からは評価されている。2017年、バトルロワイヤルゲーム、荒野行動の広場で連投などの迷惑行為を行い、荒野行動ユーザーの注目を集めた。その後ツイッターを開設し、2000人ほどのフォロワーを得た。2018年、 地元の滋賀県を出て上京した。ゲーム配信プラットフォーム、ミラティブで配信を続け、自身のトーク力が評価され、YouTube を始める。同年10月に、後のメンバーであるデイフェアから E、スポーツチームの設立を提案され、E、スポーツチーム、アルファ D を設立、代表となった。選手として、デイフェア、61上、ニューブ、ストロング、アブ、 自治の5名が、また監督として、バッキーが加入した。その後、アルファーリーは、様々な大会で優秀な成績を残したことで、一躍有名となった。2019年1月より、荒野行動では、初となる本格的な e スポーツリーグ、KWL を開催。2019年8月、荒野チャンピオンシップ元年の戦い荒野、王者決定戦において、アブス、 クロの2チームが参加するも大敗を喫した。その後にチーム構成を一から考え直した。2020年5月、荒野チャンピオンシップ王者の絆、王者決定戦において、アルファー D は準優勝という素晴らしい結果を残した。また、同年8月頃から超無課金は、自身の YouTube チャンネルでシニアに、 雑談配信を配信し始め、スーパーチャットで1日に50万円以上を稼ぐようになった。2021年5月、2021公夜、チャンピオンシップ夢の道において、アルファーディアブスが3位に入賞。また、芸能活動、タレント活動をしていくことを、自身のマイルドムチャンネルで公表した。ありがとうございます。